くまモン、道路が綺麗だと散歩してても楽しくなるよね。花が植えられたりしているところもあるよね。綺麗に掃除してくれたり、花を植えたり、一体誰がやってくれてるんだろうね。どんな人がやってくれてるのかな。例えばあれあれあれ、ケンちゃん、また考え事して小さくなっちゃったね。県内にはボランティアで道路をきれいにしてくれる人がたくさんいるんだよ。県ではそんな美化活動を支援する取り組みを進めていますよ。今回はその取り組みの一つ、ロードクリーンボランティアを調べます。それではレッツゴー。県では2003年から熊本県が管理する道路の清掃、除草、植栽などを行う個人や団体の方々の活動を支援するロードクリーンボランティア事業に取り組んでいます。美化活動に必要な軍手やゴミ袋などの用具、肥料の支給や花の種、苗の提供、そして活動中の事故に備えた障害保険への加入などの支援を行っています。やってきたのは甲子市にある県立火の国高等支援学校です。こちらでは近隣の国道387号の道路の美化活動などに取り組んでいます。活動の内容を教えてください。教育活動の一環として、道路での清掃や毎年6月と11月には道路の植栽帯の方に花を植えています。今は園芸家で、植栽帯に植えるための花を育てています。活動を始めて良かったことは何ですか？清掃や花植えなどを通じて生徒たちが美化活動の大事さを理解するきっかけとなったことです。また普段の生活で行う校内での清掃活動とは違い、地域の方々と交流する機会が増えました。そして道路がきれいになったことで地域の方から喜びの声もありました。こうした活動が認められ、全日本学校緑化コンクールでは特選を受賞しました。通算3度目の受賞です。こちらの学校では2004年にロードクリーンボランティア事業の協定を結んだそうですね。協定を結んだことで軍手などの清掃用具の支給を受けられるようになり、活動がよりやりやすくなりました。障害保険加入などのサポートもあり、安心して活動できています。毎年支給してもらえるので大変役に立っています。この日、火の国高等支援学校では道路の植栽帯に植える花の生育作業に取り組みました。今日の活動はいかがでしたか？楽しかったです。道路に植える花や地域の人に販売する花苗を育てています。綺麗な花が咲くことが楽しみです。今後も活動を続けていきたいですか？はい、学校の仲間だけでなく地域の人とも一緒に活動して街を綺麗にしていきたいです。活動していて良かったことはありますか？綺麗な花を見て喜んでくれる人がいました。私たちの活動でもっと多くの人に喜んでもらいたいです。ロードクリーンボランティアは現在500以上の団体の方々が参加し活動しています。県では随時参加申し込みを受け付けています。詳しい内容や参加申し込み方法は県のホームページをご覧ください。次回のゴーくまモンナビは、命を守るための備え、地震・津波からの避難行動を学ぶ取り組みについて調査します。当たり前